188飛行する1 8 8 a 4 0 8 8は、ドイツのユンカース社が開発し、第二次世界大戦を通じて、主にドイツ空軍で運用された、軽爆撃機。ドイツ空軍の主力爆撃機として、戦前から運用され続けたほか、夜間戦闘機や偵察機などとしても運用された。ドイツ航空省は1935年に、 戦闘機より速い爆撃機というコンセプトに基づき、8 0 0ラムの爆弾を搭載でき、時速5 0 0トルを発揮できる爆撃機の開発を各社に要求した。ユンカース社はこれを実現するため、徹底した空気力学的洗礼を図った機体を設計した。試作3号機は1937年9月当時の BF-109 戦闘機を 時速 50km も上回る時速 523km を実現し実戦配備が決定した。一見すると空冷製型エンジンを装備しているように見えるが実際は円筒形のカウリングの中にラジエーターを環状に配置した駅霊エンジンであった。この手法は FW190 の D 型などにも用いられている。また防御火器として 7.92mm 機関銃1丁を備える銃座がコックピット後ろに設けられた。改良型では銃が2丁に増やされたが、それぞれが独立して設置され不便だったため、取り外して運用された例もある。夜間戦闘機仕様では、後部機銃は装備されていない。量産型の部隊への配備は1939年により開始された。 第二次大戦の開戦当時には戦闘機より高速な爆撃機というコンセプトは戦闘機の著しい構成の丘によって時代遅れとなっており、これは188に関しても例外ではなかった。しかし、同時期に開発された中型爆撃機 HE111 よりも損害数が少なく急降下爆撃や雷撃をこなす点は優秀であった。ただし、 本機の行う急降下爆撃は1八8 7のような急角度のものではなく実態としては艦降下爆撃であった。バトルオブ・ブリテン以降は爆撃機として一戦を退いた HE111 の代役を務め対戦終了までドイツ空軍の主力爆撃機として活躍した。アシカ作戦の取りやめが確定すると1八十八を用いた昼間戦闘の中心は 地中海での商船狩りとなり、それなりに戦果を上げたが、防御火力が貧弱なため、サンダーランドのような消火機との戦闘では、撃墜されることの方が多かった。夜間戦闘機としては、当初は小規模な改造程度の機体しかなかったが、1943年から当時の主力夜間戦闘機であった BF-110 の生産機数を追い越すようになり、対戦末期には主力機として活用された。 また、航続距離の長さを生かして、洋上での長距離紹介や、対象回帰戦等、艦船防空任務にも使用されている。こうして様々な戦場で活躍した188だったが、前線部隊では決して性能的に満足のいく爆撃機ではなかった。それにもかかわらず、188の生産が終戦まで続けられたのは、 当時のドイツでは生産ラインを急に変更することが困難であり、一方で戦線の拡大から兵器の増産要求が高まっていったことが原因である。そのため、性能的に多少の不足があっても生産を続行させ、前線でも任務に大きな支障がなければ、それを用いる傾向にあった。なお、大日本帝国海軍も総発急降下爆撃機の研究に用いるべく、 1940年末に一機の 188A-4 を輸入した。1942年8月17日、海軍航空技術省により、横須賀で行われた試験飛行の際、木更津飛行場を離陸した後、東京湾で行方不明になった。また、連合軍は大日本帝国陸軍が188 18を運用していると誤認しており、 ジャニスというコードネームを与えていた。詳細はミステルを参照対戦末期のドイツでは188の設計を元にミステルと呼ばれる特殊兵器が開発された。これは大型の弾頭を搭載するように改造された188の上部に FW190 または BF109 戦闘機を結合させたもので、戦闘機の操縦士は目標上空まで、 ミステルは終戦までに250機が製造され、艦船や、橋梁の攻撃に使われたが、目立った成果を上げることはできなかった。ソ連の AA アルハーン・ゲリスキー、記念試作設計局では、購入した 1088A-4 を参考に、急降下爆撃機 AR-2 を完成させた。しかし、 欠陥が多いものの速度で勝るポリエチレン -2 が主力急降下爆撃機に選定され AR-2 は少数が生産されたに止まったその AR-2 の大半は独素戦の初期にほとんど失われた 188A 樹も211エンジンを装備した爆撃機型の主流 188A-0 全量産型 188A-1 初期生産型。10も 211B-1 エンジン 895kW を搭載。188A-210 も 211G-1 エンジン搭載。188A-3 転換訓練用。操縦席を2つ装備。188A-4 長いスパンの翼の改良型。 188A-15 新型の爆撃装置を搭載した特殊爆撃機。188B 段差のない機種形状を持つ試作型。1188に発展した。188B-0 段差のない機種形状の全量産型。10機生産。188C 戦闘爆撃機型と夜間戦闘機型。 A 型がベースとなっているため、機種は、風防から金属製に変更され、段差がついている。188C-1 戦闘機型の計画機。BMW801MA 搭載。生産はされていない。188C-2 初期生産型。188C-4S 戦闘機及び偵察型。 188C-50 戦闘機型の改良版。188C-6AC-5 型の改良版。188C-6B 夜間戦闘機型。188C-6C 夜間戦闘機型。188C-7R 襲撃機型。188C-7B 襲撃機型。 188C-7C10 戦闘機型。188DA-4 型ベースの長距離偵察型。188D-1 長距離偵察型。188D-2088D-3088D-4088D-5088G 夜間戦闘機型。 A 型のゴンドラを省略した新型の胴体と10188のビブで構成される。オプションでシュレーゲムジークを装備 1088H、長距離戦闘及び偵察機型。G 型をベースに胴体を延長。1088H-1 長距離偵察型。1088H-2 戦闘機型。1088H-3 長距離偵察型。 188H-4 戦闘機型。188P 対戦車対爆撃機型。腹部に大口警報を単装もしくは連装で装備。A 型をベースに少量生産。188P-1 腹部に、ボードカノン BK75-75mm 砲を、ガンポッド形式で搭載。188P-2 腹部に、 ボードカノン BK37-37mm 砲を連装でガンポッド形式で搭載。188P-4 腹部にボードカノン BK50-50mm 砲をガンポッド形式で搭載。188P-5 腹部にデューカ 88-88mm 無反動砲をガンポッド形式で搭載。試作のみ。 188R 夜間戦闘機である C 型のエンジンを BMW801 エンジンに変更 188SA-4 型ベースの高速爆撃機型。腹部のゴンドラは取り外されている。GM-1 アサンカチソブースト機能を搭載。188シリーズの中でも最速を誇る。188S-0BMW801。 D エンジンを搭載。十三ミに 13mm 単装機関銃と14個の 65kg 爆弾を搭載。1088S-1BMW-801G エンジンを搭載。GM-1 ブーストシステムと 1000kg 爆弾を2個搭載。1088S-2 排気タービン下級機付きの BMW-801TJ エンジンを搭載。 A-15 型と同じ木製の拡大爆弾層を装備。188S-30 も 213A エンジンと GM-1 ブーストシステムを搭載。188TS 型の三座偵察機バージョン。188T-1S-1K をベースに爆弾層を GM-1 用の燃料タンクを増設188。 T-3S-3 型がベース、ウォーサンダー、ドイツ軍の爆撃機として登場。バトルフィールド1942ドイツ軍の爆撃機として A 型が登場する。バトルフィールド V ドイツ軍の爆撃機として A 型と C 型に登場できる。ありがとうございます。